アイガルス・カルビーティスは、ラトビアの政治家で、元ラトビア首相。第10代首相を務めた。カルビーティスは1992年に、ラトビア農業大学を卒業し、経済学の学位を取った。卒業後の1992年から1998年まで、いくつかの農業関連事業を経営した。カルビーティスは1997年、 ラトビア人民党の創設者の一人となり、1998年にラトビア国会の議員に選ばれた。1999年から2000年まで農業大臣、2000年から2002年までは経済大臣を務めた。2002年には国会議員に再選され、人民党の党首となった。2004年12月2日、カルビーティスはラトビアの首相に選ばれた。 当初は新時代、緑と農民連合、ラトビア第一党という四つの党と連立政権を組んでいたが、2006年4月に新時代が離脱し、残る三党との少数派連立政権となった。2006年10月7日の選挙で、彼の政権は大勝し、1991年のラトビア独立以降初めて再任された首相となった。この選挙以降、政党、 祖国と自由のためにも新たに政権に加わって、与党の議席は59へと増え、カルビーティス率いる人民党は第一党となった。2007年11月7日、彼が反応職長のアレックスジスラスカトフスを解任したことへの国民の不満に対して、カルビティスは12月5日に辞職することを宣言した。彼は12月5日にバルディス・ザトレルス大統領と会い、 辞職する意思を伝えた。そして12月20日に次の首相イバルスゴドマニスが決まるまで首相を続けた。ありがとうございます。